人生に4つの喜ばしい出来事について中国では有名な絶句があります。これらは久旱逢甘霖、長く続く干ばつに降る雨、他乡遇故知、ふるさと以外でばったりで会う古い友、洞房花烛夜、星空の夜、最後は金榜题名時、佳境に合格すること。今日作った料理はこの人生の4つの喜びを表す卵入りの寿司肉団子です。中国の祝いの席には欠かせない一品です。縁起が良くて円満の意味があります。まずは卵を茹でます。水にお酢を加えて卵を入れて茹でます。水とお酢の分量は1リットル対大さじ1ぐらいです。もともと4つだけで足りますが、別の料理にも使いますので多めに茹でます。沸騰したら中火で12分火を通します。茹で上がったら冷水につけて冷まします。茹で卵はお酢を加えて茹でるときれいに仕上がります。殻も簡単にむけます。全部むいたら、茹で卵の中に味が染み込みやすくなるようにフォークで卵をまんべんなく刺します。次に葱姜水を作ります。ボウルに長ネギの青い部分と生姜を入れて塩を加えます。粘りが出るまで手で軽く揉みます。調味料の各分量は下の概要欄に書いてますのでご参考ください。水を入れて15分ほど置いたら完成です。この水を使って肉の臭みを消して柔らかくするとともにほんのり香りもつけます。椎茸2つ用意します。石突きの硬い部分を切り落としてみじん切りにします。椎茸の軸も食べられます。そして軸には旨味がたっぷり詰まっていますので、みじん切りにしておきます。他のお好きな具材を用意してもいいです。大きいボウルに豚肉を入れます。手で粘りが出るまでよく練ります。よく練った後で肉に卵、葱姜水、後で揚げるときに長ネギと生姜が黒くなる可能性があるので、ここで香りがついている葱姜水を使います。醤油大さじ2、山椒粉小さじ 0.5 ぐらい、なければ5口分で代用してもいいです。パン粉大さじ3ぐらい。伝統の作り方は中国式の蒸しパンを入れます。木綿豆腐でもいいです。肉全体が馴染むまでよく混ぜます。みじん切りにした椎茸を入れて混ぜます。片栗粉を加えます。手早く混ぜ合わせます。味見して塩を加えます。手でぐるぐると回しながら勢いよく2分ほど練ります。練った後で手で肉を打ちます。だいたい3、4分ぐらい。こうしたら肉がうまく結着できます。ソーセージみたいのプリッとした食感になります。こんな状態になったら出来上がりです。次にゆで卵を包みます。肉ダネを4等分に分けます。ゆで卵を包んでいきます。できるだけ空気が入らないようにしっかり包んで丸くします。団子の表面を滑らかにします。これで一つできましたね。四つ全部できたら鍋に油をひいて熱します。油を130度ぐらいまで加熱したら
肉団子を入れてあげます。入れる前に形を整えてください。油の中でヘラで転がして全体に茜色がつくまで揚げます。中火にかけてだいたい7分ぐらいかかります。揚げたら取り出して油を切っておきます。中火にかけて油を熱したら長ネギ、生姜と葉角を入れて炒めます。香りが出てきたら肉団子を入れて炒めます。軽く炒めたら水を注ぎ入れます。チキンスープがあれば一番いいです。唐辛子1本、醤油大さじ2、紹興酒大さじ1、砂糖小さじ1を加えて軽く混ぜます。風味を増やすため肉の茹で汁も少し加えます。沸騰したら弱火にかけて蓋をします。じっくり煮込むなら2時間程度かかります。途中スープまたお湯を足す必要があります。家庭で作るならせめて30分ぐらい煮込んだら出来上がっても構いません。団子の底が焦げないようにヘラで転がして煮汁が少なくなるまで煮詰めます。できたら肉団子を取り出して器に盛り付けます。調味料を取り出して煮汁を加熱します。沸騰したら水溶き片栗粉でとろみをつけて油をかけたらソースの完成です。あらかじめ茹でたチンゲン菜を周りに飾ります。団子の上にソースをかけます。今度作ったソースの量がちょっと少ないです。皆さん多めにしてください。最後にごまや万能ネギなど散らしたらお召し上がりください。この料理は大晦日の年越し料理としてよく出されています。子供に大人気の一品です。ふんわり柔らかくて切ると肉汁がじゅわっと仕上がります。ぜひ作ってみてください。こちらは出島クッキングです。次回もお楽しみに。